菓子店の5代目小山博隆さんです。地震が起きたのは釜から焼き上がったばかりのカステラを取り出している時でした。釜っていうのはだいたい鉄板が入ってて、重い鉄板が入ってるんですけど、それがもう飛び出てきたりだとか、ありえないぐらいのそういうぐちゃぐちゃ感、立ってられなかったですね。ここ、ここ、ここ、ああ父親と近くのビルの屋上に避難。その直後、津波が来ました。店にも津波は襲います。その瞬間を父親の隆一さんが写真に収めていました。明治時代から受け継いできた店が消えていきました。いくらお金かかってもいいよと、借金してでもまた建てりゃいいじゃんって言ったけども、励ましたつもりだったんだけど何の返答もないんですよ。それくらいもう落ち込んでたと。震災から5ヶ月後、元の店から1キロほど内陸に新たな店を借りて、小山さんは父親と一緒にお菓子作りを再開しました。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。震災から7年、小山さんの店がどうなっているか尋ねてみました。売り上げはどうですか？そうですね、少しずつ伸びております、はい、100種類以上はあるかもしれないです。日に日に増えてます今は順調ですが、震災の2年後に大きなピンチが訪れます。父親の隆一さんが癌で亡くなったのです。まあ、まさか亡くなるとは思ってなく、まあ、親父抜きというのはありえないというか、相当大変で、思い通りにお菓子も作れないですし、作っても失敗して、もう失敗した原因すらもちょっと分かんない状況で、父親に頼りきりだった小山さんは途方に暮れました。救ってくれたのは父親の友人だった和菓子の店です。仕込みの仕方がちょっと間違ったやり方っていうか、違ってたので、その生地の仕込みの仕方を教えました。すごく丁寧に教えてもらって、で、いや、お前の親父さんにはすごく世話になったからなって言われて、親父がいたからこそ今僕があるっていうのがすごく実感してます。小山さんは新商品の開発に取り組む一方、パッケージにも工夫を凝らしています。子供や女性が親しめるよう可愛らしいデザインに。ちなみにこう崩す時にこう、あっとか、こう何の役にも立たないんだけど、多分おって言われたらびっくりするかなと思って。そして今年、父親に誓った最後の約束を果たし、元あった場所に店を再建しようと考えています。新しい店は灯台をイメージした建物にする予定です。建物のその奇抜さとかももちろんあるし、多分お菓子のその魅力っていうのもあるんでしょうけど、僕はどちらかっていうと、なんかこの地域の全体の魅力をこう発信する場所みたいになれたらなと、僕がもう本当に情熱を上げてですね、気仙沼の良さを PR したいなと思ってます。ここはね、我々もよく知ってます。小山さん、小山の、小山の小山さんです。お店の名前小山。そこだけ本当に統一してくんないかなって、どっちか分かんなかった。お店が小山。お店が小山洋菓子店。小山さんですね。小山さん。同じなんですよね。もう親父さんはね、はい、俺の1年下の後輩だったの。あ、そうですか。龍ちゃんつってて。で、子供の頃はうちは結構日曜日ごとにですね、洋食だったんですよ、はい、気仙沼の割に結構進んでて、おしゃれですねうちの親父も西洋かぶれしてっからで、日曜日の朝ね、これでこうアメリカン気分で必ず食べるから、もうね、小山くんのところの朝のパンタのジャムはね、俺の子供の頃のね、思い出の味です、思い出の味なんですよ。はあ、
家にお風呂なかったくせにおしゃれなくせにっていうのはお菓子美味しいですからね。ここ美味しいんですよ。一押しは何ですか。あ、僕は好きなのはまぐりもらかクッキーっていうのがあるんですけど、食感がね、初めて食べる食感です、うん、なかなか言葉で説明しづらいんですけど、ということで、こちらに今日、はい、あ、覚えております。そうそう、小山さんありがとうございます、はい、この可愛らしいパッケージ、気仙沼で一押しですよ、一押し、ね、あ、うん、今日は、まあ、食べませんけど、食べる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 、試飲していただきましょう。じゃあ皆さん食べ、これね、あ、食べてないですか。食べてない、ほら、かわいい。これね、我々もいろんなものもちろんみんな食べてきてますけど、こんな食感を初めて、食感、いただきます。うん、うまいわ。これ面白いですね、うん、あの最初唇に当たるのがモナカの皮で、そこからクッキーの、うんうん、中林さんいかがでした。いや本当に珍しいですよ、ね、あの珍しいっていうか初めてですよ ね食感初めてですよね。世界これしかないんじゃないですか。ないと思いますよ。モナカって普通のアクはあると思うもんねクッキーなんだもん。モナカクッキーですから。いやでもうまいな、これ。ただね、何言ってるか分からなくて伊達さんは何かないですか。何がおすすめありますよ。あるこれ僕の私物なんですけど、サメ革の財布でございます。